はい、順次です。では愛はなキルザーカラフル順次続きをやっていきましょう。この四天王ルームの今度はね、まあ、今度はというか今回は2体目のボスですかね。前回のこのビッグキットデカキットくんがむっちゃ強かったから難易度2だからといって侮れませんね。で今回入っていくのはここね、バナナネーション、ここ行きましょうか。まあ、いきなりボスだとは思うんだけども、どこかで見たことあるようなボスです。4つのバナナを壊したら本体に攻撃しましょう。これあーディスティネーションか、そういう系のボスでしょうね。なるほど、では飛び込みましょう。ゴー。さて、うわマジか、ちょっと待って、これ間違いなく時間かかるでしょう。いやーそうか、バナナネーション、まあディスティネーションか、なるほどね。そしてバナナがメインになってるってことね。なるほど、弾幕も結構濃いね。そしてこれは強敵の気がするぞ。まあまあじっくり行きましょうか。本体の、しかしまたツヤが凄まじいバナナの数々ですね。あ、ちなみにこれ針当たってもいいかだけちょっと見ときたかったな。まあいっか、とりあえず当たったらダメの前提でこの2回目は挑んでいきましょうか。うわ早っ、弾早いね。でもなんか弾幕にあまりこう特色はないですかね。みんな結局ぶっ放しメインって感じがする。あ、そうでもないな、よく見るとそうでもない。そして体力出てないけど、体力っていうかその多分メインの体力は出てるんですけど、その4つのバナナ、緑と黄色と青と赤、体力出てないからちょっと目安が分かんない、どれぐらいで撃破できるのかっていう。そしてこの曲もうディスティネーションまんまですね。いいでしょう、これから先も何度か戦うことになるでしょう、この形態は。でもって体力あんね、一体も撃破、あ倒してる、あ倒してないか、今貫通してただけか。よし、まあいいや、まあでもそこそこ来れてるか、2回目にしては結構来れてるんじゃないか。デカキッド君よりは倒しやすいのかどうか分かんないけど、あ倒す、あしまったしまった、待った、よそ見しちゃった今、くそ、1体倒せてると思ってよそ見してた時に狙われましたね。よし、では BGM 少し落として入りましょう。ちょっとね、BGM 大きかった、あーダメか、針ダメですね。ってことはなんか喋ってる、最初なんか声が聞こえたような気もするけど、よし、まあそんなに難しくない感じかな。うん、とりあえず1体倒せてましたからね。なんとなく喋りながらなんとなく避けていた感じで、なので、あしまったこれは無理で、無敵時間もまあまあある。端っこに追い詰められるとおしまいだから、なるべく真ん中で陣取って、越えられるときに針は越えちゃう。針当たり判定ありますからね。この青がまずいね、これがちょっとやらしい、かなり危な、あれこれ、あこれ固定だ、青固定ですね。なるほど、分かった分かった、青固定だ、赤は多分乱数でしょう。だと分かればいけるいける、青がちょっと鬼門だなと思ってたんですよ、早いしね。であれば多分サクッと倒せるよきっと。うん、本家ディスティネーション、まあ、本家やったことないから分かんないですけど、カミリア2で経験したディスティネーションボスは、黄色がねバウンドを混ぜたような弾で打ってくるんで、あれが私的にはすごく鬼門だったんですよ。だからそれが、あしまった、もうないのであればいけるでしょう。おお、ほんとだ、固定だこれ、いいねいいね、この辺にいれば当たんないもんね。青攻略完了、まあ、攻略も何もないんだろうけども、うん、まあ、固定とね、早いうちに気づけてよかったなと。体力20かな、1つのバナナ、すなわち1バナナあたり20ぐらいの体力持ってそうですね。よし、で本体のバナナになった時に、まあ、どういう攻撃をしてくるか、まあ危ね、毎度のことであればおそらくはちっちゃい弾の連発、あよし倒した、青倒した、あいなくなると、対象がいなくなるとあれか、
弾が他飛んでっちゃう。お、赤もいった、赤もいった、これはいける。あ、このボスね、比較的やりやすい。これは2でも、あの表記としては全く問題ないっていうか、うん、あのその通りですね、うん、あの前回のデカキットは、うん、あの4、3、4ぐらいありそうな気はしましたけどね。よし、あとは細かいボンミスで精神を持ってかれないようにしっかりと弾の隙間を見て起動。よし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 、来た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 、あと1体、あと1体よ、緑だけ。よし、集中、全力集中、変なとこでミスんな。よし、もうそろそろ撃破できるでしょう。まだか、まだか、まだか、結構体力残してたのね。そろそろいけるはず。もうちょっとか、もうちょっと、もうあとは緑と本体のみ。本体の黄色いでっかいバナナ、お前を、危ねえ、いった。よし、待って待って、そこそこ、これやばいんじゃねえのこれ。待って、直狙い撃ってきてる。待って、いや、しまった体力、うわ、くっそ、削り切ればよかった。そんなに無敵時間なかったでしょう、くっそ。でも大丈夫、次が撃破会だ。さて行きましょうか。開始から今10分ちょっと、まあまあボス戦にしてはまだまだ序盤も序盤って感じですけど、でも早くも撃破の兆しは見えてる。緑って体力多いかな、毎回ね、なんか最後の方まで残るんですよこいつ。それか単純に、うん、その攻撃するパターンにあまり入らないのかな、乱数として、うん、可能性はありますね。それかちょっと多めになってるのか、まあ、緑といえばなんかヒーリングの色ですから、ちょっと底なし体力っていうことで若干上げてるのかもしれない。青、これとっさにね、あの変な位置で来られちゃうと、デスりますね。パターンだと分かってからも2、3回、危ねえ、デスしてんだよね。ふう、黄色はなんか落ち着くね、色として。まあ、あの信号機で言えば、あの注意の色ですけども、なんか落ち着く。そして、食欲をそそる色ですね、黄色はね。まあ、赤はちょっと辛そうだけど、で青と緑はちょっとあまり美味しそうな色ではない。よし、オッケーオッケーオッケー。まだ1体も倒してない、均等。あ、今回緑最初に倒した、珍しい回だな。さて次は青か。まあ、青が来ると見越してあの立ち位置をこう考えといて、あ、よし倒した。体力多分均等に減らしてますねこれ。したら次はあれか、黄色も結構与えてるからもうそろそろ。そしてその次だよね。よし、赤いった。あ、いってないよまだ、なんか同化してただけか。やばい、追い詰められてるよ。よし、いった。さて来るぞ来るぞ。これさ、端っこから行くか、端っこ、多分そろそろ倒せるから端っこの方にいて、待って、端っこから弾幕をスタートさせればいけ、そろそろ撃破できろ。まだか、行ったか、まだ同化してて分かんないね全然。やばい、真ん中来ちゃってる。あ、行った。ここでよし、いったいったいった、これでいい、これでいい、これでいい、いったいった、倒した倒した、よし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 、よっしゃ。あー、待て待て、針は動いてくるのか。入りましょう、では早速。ほい、来たー、クリアしたぞ。割と早かったですね、まあ、15分ぐらいですかね、収録時間で早めに撃破できました。 OK、まあ、ということで撃破できたんですけども、あのまあ戦ってる最中にお話しした通り、まあ、デカキッド君がねむちゃくちゃ強かったんで、まあ、それほどなんか、まあ、同じ難易度2ですけどもなんか強いっていう風なあの印象は受けなかったですね。まあまあそれでも難しかったは難しかったんですけどもね。はい、
ということで今度はまた同じく難易度を2とするシューティングゲーム、まあ、いきなりボスだとは思うんですけども、次回はこのボスね戦っていきましょう。まあ、シューティングゲームは少し自信があるんで、まあ、それほど、まあ、よっぽどの難易度でなければクリアできると思うんですけどもね、早めにね。はい、ということで次回はシューティングゲームボス挑んでいきましょう。でですね、一つ気になってるのが、これ撃破してるのにこれもう一回入れば多分戦えるってことでしょ。ああそうですよね、その仕様になってるのが怖いんですよね。なんか条件付きとかタイムアタックとか、まあ分からないですけども、で撃破することによって実績が得られるとか、そんな仕様になってるんじゃないよね、まさか。まあ単純にね、もう一回こう練習できるとか、まあこう思い返すっていうか復習できるっていうか、まあそういう意味で戦えるようになってるんだったらいいんですけどね。まあちょっと真意は分かりませんけども、はい。では次回はシューティングゲームボス挑んでいきましょうですね。はい、では皆さんご視聴どうもありがとうございました。